どうも、こんにちは。松井塾の松井です。本日もね、3分でわかるかもしれない、鎌倉幕府ということで、やっていきたいな、というふうに思います。で、まず、鎌倉時代になる前に、武士っていうところを要するに考えてほしいんですけれども、まず、武士には必ずその頂点に君臨するもの、リーダーっていうのが存在するわけなんですね。リーダーって何ですかって話になるわけなんですけど、リーダーは頭、頭領というふうに言われます。いいですか？頭、頭領というふうに言われる人々のことを武士団のリーダーということになります。じゃあ、この武士を統率する、まあ、いわば言ってみればわかりやすいんですけど、暴走族のリーダーみたいなもんですね。暴走族何々、暴走族何々、暴走族何々、暴走族みたいなのがあるんですけど、その前、要するに頂点に君臨しているのが頭とか頭領ということになります。じゃあ、どの武士団の勢力が強かったのかっていうことを次回以降見ていきましょうという形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。